東京サヌキクラブ正面玄関東京サヌキクラブは東京都港区三田一丁目にかつて存在した宿泊施設である。旧名、サヌキ会館。2020年4月末をもって閉館した。東京サヌキクラブ別館下、樹海東京サヌキクラブ職員住宅香川県が県民の拠点にという意図で、 香川県政教によって建てられた宿泊施設であったが、香川県人会に経営を譲渡され、東京サヌキクラブに改名された。運営は、旅館、清見山宗下樹会を運営する株式会社、清見山荘に委託されていた。かつては、香川県人会のための社交上的な色彩が強かったが、そのご利用は香川県人に限らず他県人にも開かれるようになった。 香川県の知名度アップのために、佐抜き大使館にも任命されている。敷地は、江戸末期には、山和郡山藩主柳沢家の屋敷が存在し、明治に入り元節山ヶ崎藩主、死者桜井や、農務省総務長官、藤田志郎本邸などの所有を経た後、1951年に香川県が購入している。現在、資産管理は、 香川県東京事務所が担当している。一帯を含む三鷹山町の再開発計画を受け、2020年8月末での閉館が予定されていたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による利用者の減少を受け、当初の予定を前倒し2020年4月30日をもって閉館した。RC 建築12階建ての本館と木造建ての別館が2棟存在する。 本館は設計が大江広氏によるもので1972年に建てられたものである。2003年に大規模改築が行われた。別館は明治時代に作られた木造建築であり、新獣王、三木本幸吉の別邸であり、かつては勾配屋敷と呼ばれていた。都内の一等地にあるが香川県所有地であり、敷地内には職員住宅が併設されている。 客室75室、宿泊収容人員129名。ありがとうございます。